です。本日取り上げるニュースはこちらです。生放送中のテレビ局に武装集団が乱入、非常事態化のエクアドルと。ちょっとここ最近ね、国際ニュースとかで出てます、はい、概要ちょっとね伝えます。これこちら BBC の、ニュースです。南米エクアドルで9日テレビ局のスタジオに覆面をした武装集団が押し入り、怯えるスタッフを銃などで脅したと。事件があったのは最大都市グアヤキルの公共テレビ局 TC。 襲撃は生放送中に起こり、スタッフが床に押し倒された後放送が途絶えたと。武装集団はその後数人の人質を連れてスタジオを出るところが目撃された。一方で警察は何人かの容疑者を逮捕した。エクアドルでは7日犯罪組織ロスチェネロスですね、ロスチェネロスのリーダーホセ・アドルフォ・マシアス受刑者がグアヤキル、刑務所から脱走。ダニエル・ノボア大統領はこれを受け8日に60日間の非常事態宣言を発令した。テレビ局での事件とマシアス受刑者の逃亡との関係は不明だと、いうことなんですが、はい、すごいニュースですよね。いやこれなんかいくつか、裏社会ジャーニーのコメントでも、エクアドルって来てたんで、これマルちゃんに聞こうと思って、はい、聞いたんですけど、私も事前にその動画を少し見たところ、うん、はい、まあ、本当とんでもない動画がね、はいはい、流れてますね。流れてますね。これはいくつか解説していくと、まずですね、この、まあ、犯罪組織のリーダーが脱走したと、うん、まあ、刑務所から脱走して、はい、それを受けて警察というか大統領がですね、まあ、そういう犯罪組織に屈しないぞみたいなことを言ったら、その犯罪組織というかギャングの方がですね、なめんなっていう感じで事件を起こしたというのが流れです。わかるんだけど、ちょっと、はい、あまりにも漫画的というか、はい、現実ですからね、でも。はい。で、これ、さっきもちょっと言いましたけど、うん、どういう組織が、いるかっていうと、前提として知っておいてほしいのは、これですね。エクアドルの二大ギャングと呼ばれるのが、チョネロスと、ロスロボスというこの2大組織があります、うん、でここが、いつもバチバチしててですね、はい、そこに警察とか軍隊が入って、うん、まあ、三つどもえみたいな感じ、うんうん、で、はっきり言ってしまうとですね、三つどもえって大きく結構単純化していってますけど、はい、もう小さい組織とか数限りなくあってですね、把握しきれないです。今回脱獄した人はどっちの組織の人なんですか？これはですね、こっちがですね、チョネロスですね。チョネロス、はい、チョネロスのリーダー、リーダーリーダーなんですけど、地域リーダーだと思います。そのエリアごとにリーダーがいるんで、なるほどなるほど、いわゆる大ボス的な感じではないんじゃないかなと、うん、まあ、その辺の話はもう少し後でまたしますけれども、うんうん、まあ、この二大組織がバチバチしているところで、まあ、治安が劇的に実は悪化してたんです、ね、はい、僕も昨年このエクアドル取材しに行ってるんですが、うん、テレビ放送は違法鉱山のところだけが流れてると思うんですけど、うん、実はそれ以外にこのグアヤキルですね、もう行ってるんですよ。うん、で、こう取材して回ってたんですが、多分過去でもトップクラスに治安が悪かったと思います。あらゆる場所を見てきたマルちゃんからしてね。はい、その時点で僕が行ってたんじゃないですよ。地元のジャーナリスト、フェルナンドっていうやつ、俺は通称ナンドと呼んでますけど、はい、あいつが、今南米で一番治安悪いって言ってたんですよ。それはやっぱその二大ギャングのバチバチがベースにあるってことですか？ベースにあります、うん、でそれがあまりにもまずバチバチしすぎてですね、警察が治安の維持を若干放棄してたんですよ。その時点で殺されちゃうし、人数が足りない。ああなるほどね。どっちかっていうと、俺が出会った捜査機関というか軍隊の方ですね、軍隊の方は士気は高くて訓練をされてて練度はきちんとしてて、で装備もちゃんとしてる。だけど数が足りないですね。国土がね広いんですよ。ここ
この国。エクアドルって、はい。で、しかも、ジャングルというか、アマゾンもある。あ、国境地帯アマゾン。そ、ね、そんなイメージ、はい、うん。そこにもあるし、海もあるし、はい、あの気候が3つに分かれてるんですね。沿岸部と高地とジャングルとっていうので、確かに、うん、だからそこでそれぞれ対応するので、うん、人がね、いくら行っても足りないんですよ。特殊部隊みたいなもんですよね。全部。特殊な場所ですもんね。そうなんですよ。で、このガヤキル自体も、結構、あの、最大都市でですね、国内の首都っていうのは首都なんですけど、うん、あの、あっちはまあ、世界遺産とかある、まあ、観光で結構有名なものなんですけど、はい、うん、ガヤキルって、あの、あれですね、ガラパゴス諸島かな、玄関口とかとして知られてますね。あの、島にこう、飛ぶための、はいはい。で、それ乗り換えとかで結構行ってる人とかはいるけど、うん、街中、うろうろする人はそんないないかなっていう。うん、で、そういうとこなんですが、まあ、とにかく、なんかラグーンじゃないか、ちょっと川から海から川にかけてこう小島がね、すごいいっぱい点在してたりとか、中州がめちゃくちゃあったりとか、うん、そういうところにまたスラムが形成されたりとか、いや、すごいね、ある意味、あのちょっと特殊なんですよね。舞台装置としてはすごい、一つの、あのところを攻めるのに陸海空から行かなきゃいけないみたいな、結構ね、人でもね、あの、取り締まるのも大変なんですよ、場所的に。逆に言うと、ギャングとかマフィアにとってみたら、もう、はい、なんかアジトをいっぱい作り放題って場所なんですよ。そうなんですよ。で、だからそこ、実はそこも行ってるんですけど、あの、行って非常にやっぱやばいところだなと思います。で、実、やばさを一番示す例としては、僕が行った時、去年の段階で、今どういうふうにその、法案が運用されてるかわかりませんが、が行った時に通った法案がありまして、それが、あの、市民の銃の所持使用を合法化すると。つまり治安が悪いの？はい、警察がですね、もう守れませんと。自衛してくださいって。ああ、じゃあ人員がもう追いつかないし、うん、しょうがないから、まあ、そうか、うん。アメリカが銃を持つ理由とかに、まあ、近いちょっと近いのかな。はい、まあ、原点というか考え方としてはそれに、まあ自分の財産や命を守るためなんで、まあ、繰り返し言っておきますけど、地元の捜査機関や軍隊が弱いわけではないですよ、うん。今回もテレビ局に突入して、抑えてますよね。うん、抑えてると。だから、ああいうふうに、うん、相対すると勝てないのは分かってるんです、ギャングの側も。うん、だから、ああいうふうに、まあ実際負けちゃうし、うん、ただその数が足りないっていうのは本当にのところで、うんうん、まあそれはまあそういう前提として、で、その、まあ銃の所持の合法化っていうのが、あったぐらい今のところやばいよっていうところですね、はい。で、僕を案内してくれたフェルナンドというジャーナリストがいるんですけど、うんうん、そいつはテレビ見てたらしいんですよ。そしたら、いきなりその生放送で、あれを見ちゃった。いやー、本当にびっくりしたみたいです。まあ、治安崩壊の、だって日本であったっていうと終戦直後の九条事件ぐらいじゃないですか。あ、まあ、そうですね。まあ、だからある意味本当非常事態でしか放送局の選挙ってやっぱ起こらないものっていうイメージですよね、はい。で、これ放送局の選挙だけじゃなくて、実は同時にですね、うん、今国内5カ所の刑務所で警備員とか125名をギャング側が身柄を拘束したりとか、大学、グアヤキル大学ってあるんですけど、そこに武装集団が突入して、うん、誘拐目的で行ったとか、っていうニュースまでしか抑えられてなくて、僕もちょっと昨日から今日にかけていろいろ現地とやり取りしてたんですけど、何人亡くなったかとか、うん、そういう被害状況とか、うん、どれぐらい誘拐されてしまったのかとか、その辺はまだはっきりしてないです。おいおい多分出てくると思うんですけど、そうでしょうね。それぐらいですね、今現地は非常に危ない状態になっていて、うんうん、大統領はですね、声明としては我々は戦争状態にあり屈するつもりはないと強気な発言をしているんですが、現在でも外出禁止令、午後11時から、翌朝5時まで、うん、もう外出禁止令が出てたりとか、うん、まあなんていうかな、まあ、完全にこう予断を許さないというか、うん、戒厳令を引いてるっていう状態ですよね。はい、状態です、はい。で、まあ行くとわかるんですけど、うん、南米によくある大きな町なんですよ。まあ本当に見た目はね。あんまり行ったことない、ね、人多いからあれだけど。そうですね、はい。よくある街。はい。で、僕、そんなにだから印象に残ってないんですけど、うん、確認したら、何度もそのテレビ局の前通ってるらしいんですよ。ああ、実際にね。はい。はあ、そこが。記憶ねえなって。で、一応その、まあ、そそ友達と、どこって地図に落として、うん、こう通ったでしょみたいな、はい、なんか、はい、斜面のとこ送られてきて、はい、こう通りましたよと送られてきて。うんうん、そうだっけみたいな感じで、うん、まあ、だから特色といえば、まあ、まあ、あるはあるんだけど、うん、そんな、なんていうのかな、まあまあ、変わった街ではないんですよね。だからよくある街で、大きいだけの街なんですけど、そこでね、これだけの事件が起きるっていうのはね、この国の恐ろしさだなと思いましたね。でも、
これはどうやって終わっていくんですか？これがね、はい、終わらないですね。なんでかっていうと、笑えないな。これはね、さっきちょっと保留してた件がこれ出てくると思うんですけど、はい、うん、先ほど言った二大勢力ありますよね。うん、はい、ね、これがですね、うん、チョネロスっていうのが、うん、シナロアカルテルとつながってるんですよ。メキシコの。メキシコのね、あの有名な。はい、有名な。はい、で、うん、ロスロボスがですね、はい、ハリスコとつながってるんですね。で、この二大組織、メキシコでバチバチ、うん、今ちょうどまた南部の方です、抗争してます。今日の確かニュースでもチェックしてきたんですけど。いわゆる代理戦争的な、そうです、に軍隊や警察も突っ込んできているので、これ終わらすのはなかなか至難の技かなと。日本のそのヤクザの代理戦争の例を持ってくると、うんうん、まあ、いろんな形で手打ちということがあると思うんですけど、はい、ことこの組織の感じからするとですね、メキシコの方で手打ちが起きない限りですね、そうね、こちらは勝手に終わらすわけにいかないと思うんですよね。じゃあ結構、まあ、当然力関係は相当あるわけですよね。はい、全然、うんうん、これね、裏社会の力関係でいうとやっぱメキシコは図抜けてますね。うん、あ、うん、まあ、まあそうでしょうね。はい、うん、で、エクアドルっていう国は資源は豊富なんですよ、うん、天然資源はね、うん、だけどそれをなんか加工して販売するような、うん、なんていうか、いわゆる表の商業がですね、うん、発達してないと裏社会の方も発展しないんですよ、あんまり。まあやっぱりね、はい、うん、そうね、はい、だから非常に言い方悪いですけど原始的な裏社会の構造をしているんですね。確かに人から奪うっていうだけなんですよ。自分たちでビジネスを育てて何かするっていう感じの組織体じゃないんですね、ここにあるのが。なのでもう、エクアドルの裏社会組織の判断で戦争は終わらせられない。でもなんかほら、自分マルちゃんの、うん、友人がだから送ってきてくれた動画、うん、新しいの見ましたけど、警察に連行されてるギャングってやっぱ若かったし、うん、はい、これはね、今中南米でよく起きてる第三世代とか言われてるのかな、うん、ハリスコ新世代ってさっきハリスコって言いましたけど、うん、ハリスコのことをハリスコ新世代、ハリスコニュージェネレーションズっていう風に、英語で表記するんですね、うん、っていうのはいわゆるパブロ・エスコバルの世代ですね、麻薬王の世代、それからメキシコを発展させた、裏社会の世代、まあ、僕らよりちょっと上ぐらいの世代の下なんです、うん、が今台頭してきている。それは大体10代から20前半、そういう人たち、ね、子たちが、まあ、要は黎明期の、黎明期っていうのはパブロ以前とパブロ以後で全然違うんで、パブロがですね、世界的な産業に、裏の産業に麻薬取引を押し上げたんですね、引き上げたといっても変革を起こした人なんで、それ以後の裏社会の人たちに力のつき方って異常なんですけど、だからパブロ世代の人たちというのは、まあ、伝説の麻薬王クラスの人たちなわけですね。その人たちの孫だから、まあ大体なんかどこの会社でもそうですけど、うん、創業メンバーって優秀じゃないですか、やっぱりね。で2代目、これ大体の組織、うん、そこそこ成功してるんです、うん、子供たちに優秀、まあ、勉強させるというか海外に留学させたりとか、うん、大学とか入れさせたりとかして、まあ、経営とかそっちの観念からやってて、だからなんだっけな、裏社会的に言うとメキシコで聞いたのは、うん、その2代目たちのことを揶揄して、うん、あいつらはメキシコ人なのにワインを飲むっていう風に言われてたんですね。ビールじゃなくて、なるほど、はい、うんうん、ビールとか はい、メスカルとかそういうのじゃなくて、うんうん、メキシコの酒じゃなくてそういうのを飲む、まあ、インテリ気取ってるよねっていう、うんうん、まあ、揶揄する感じの、大体優秀で3代目、大体3代目潰すんですよ。だから危ない連中が多いっていうか、まあ、日本だと、まあ、ちょっとそのまま当てはめられないですけど、うん、例えば、まあ、山口組の、田岡組長が、まあ、すごく大きくして、うん、まあ、広域化をして、でもその後のね、これ、是非は分からないですけど、うん、結構ヤクザがビジネス化していった流れがあって、はい、でバブルはそこで優秀だったってことなんですね。バブル崩壊とともにいろいろ変わって、今って裏社会ってやっぱその半グレとか、うん、はい、ちょっとよく分からない形の若手たちになったっていう、
やっぱどうその世代交代フェーズがね、うん、ちょっと変わってくるっていうのは、あの年代というか世代ごとに、まあ、そういうなんトレンドじゃないけど、うん、そういうのが変わってくるっていう、それはいい悪いの是非じゃなくて、そういうふうに変わってきてるんだ、うん、今は若手たちがやる、うん、でこの若手が問題でですね、思い出してみてください。10代後半とか20代ぐらいの頃バカだったじゃないですか、みんなね、はい、うん、で別に彼らを揶揄するとかバカにするわけじゃなくて、うんうん、この子たちの怖さっていうのはやれって言われたらやるしかないんですよ、うん、だから強制されてるかもしれない、でもそれは分からないですけど、うん、やれって言われるからやるんですよ、こういうことを。あともう金と力が全てみたいな、うん、その年齢だと思いますよ、はい、やっぱそれ。これね、判断がつくというか、うん、ある程度そういうことできるような経験を積んでいたら、うん、生放送のテレビ局選挙なんてはっきり言って漫画ですよ、こんなの。しかも顔出てるから、そうそう、いやそれは普通逮捕されるんだろうって思いましたからね、はい、でそれをやっちゃうっていうのがある意味若さなんですよ、うん、そうね、はい、で若い子たちをすごい使い倒すやつらがいるわけですよ、うん、でそれもだからそれあの大体使ってるやつも若かったりするんで無茶やらせたりする、あでこれが裏社会、特に中南米全域で起きていることなんで、もうこれはメキシコとかに限らずですね、うん、あのどこの地域も新しい世代というか若い連中が無茶するから怖いと、うん、あの要は昔の裏社会の暗黙の掟みたいなのをみんながどんどん壊しているんだって、若い奴ら壊しているって、あの古い世代の裏社会の奴らが嘆いているっていう不思議な状態になってるんです。あの捕まった人たちってのはどうなるんですか、うん、もちろん刑務所入ります、うん、結構長い刑期になると思うんですが、はい、で実は治安の維持ということで考えるとですね、刑務所に入れちゃうっていうのは一つのやり方じゃないですか、まあ、当然隔離するっていうのはね、はいはい、で刑務所、ただ、今回脱獄してますよね。だから、既存の刑務所じゃダメだということが、うん、まあ、一応政府の方も当然分かっていて、もともとね、ちょっとこう、計画はあったらしいんですが、新たな刑務所を作るというのを発表してまして。これから？これから。うん、で、これが、11日からなんで、もう今日かな。今日が、はい、そうですね、今日から動くっつってますね。うん、これがですね、ニュース覚えてますか？エルサルバドル、中米の。エルサルバドル、はい。4万人規模の巨大な、うん、ブケール大統領が、巨大なあの刑務所を作って4万人入る、はいはい。そこに片っ端からギャング入れてって、うん、治安を劇的に改善させたという。なるほど。はい。うん、このね、作った会社に、うん、エクアドルの大統領がですね、発注しました。作ってくれよ。すごいですね、はい、つまりエルサルバドルケースをですね、そのまま持ち込むことにしたんですね。まあでもあることですよね、これ、はい、社会系とか治安維持のためによくこのケースを流用ってのがあるパターンですね、はい、で、うん、エルサルバドルでは今のところうまくいってる、うん、ただ作ってまだ数年も経ってないんで、うんうん、まあ本格稼働したのは去年一昨年とかなんですよね、うん、でもう数万に入ってるんですね、もう、うん、でそれがですね、このエルサルバドルのケースがエクアドルで通用するかどうか分かりませんが、一応大統領の示しているあの解決案としてはそれです、今後の治安改善のために。でも作るのにやっぱ結構かかりますよね。あでもね、割とね簡易な作りなんで、あ、はい、なるほどね、はい、で大量に収容するので、そうね、うんうんうん、でそれを作ったとしたらですよ、エルサルバドルがまだどうなるか分かんないんですけど、うん、僕の、取材経験や知識から考えてですね、うん、数万人単位で裏社会に関わってる人間を刑務所に入れた場合、一時的には良くなると思います。そうね、はい、うん、このやり方は劇薬だと思っていて、うん、というのも空白地帯が生まれるわけですよ、いなくなったところに、 そこに何もう起きないとは思えないし、何よりこの地域っていうのはメキシコとつながってるわけなので、うん、その自然発生的にまた何か、うん、悪の組織が生まれてくるんじゃなくて、送り込まれたりとかですね、はい、先導するやつが出てきたりするわけでしょ、若いやつらほとんど。確かに。でこれね、他のメキシコの他の地域ではそういうことがあったんですよ。一回こうギャングが掃討された後、カルテルがいなくなった後、うん、変わる人間がやっぱ出てきちゃうっていうことがあったので、メキシコとかあったので、今回もその可能性はあるかなとは思ってます。まあ、日本もまあ、まあ、やっぱねどこも似てますけど、ある意味ヤクザが締め付けられて姿を隠したり、力をやっぱ昔より弱体化したことによって半グレだったりとか、うん、外国人マフィア勢力とかが力をつけるとかっていうのはどうしてもあります、ね、夜の街ではよく見るというか、うん、よく聞く光景ですよね、まあ、必然ですよね、はいはい、空いたらそこに入っていく、うんうん、だって利権があるんですから、ね、そうなんですよ、はい、
まあでも元々のね、この刑務所計画っていうのは実は、うん、動いてたんですよ、うん、新たに作る凶悪犯をね、うん、船の刑務所沖合に停泊させて、それはまあまあそういう収容刑務所船みたいなのがあって、もともとアルカトラズの船版みたいなね、はい、やろうとしてたんですけど、その収容人数が300から400人だったんですよ。全然足んない、はい、っていう話なんですよね。だからその政府の動きがいかに本気かというか、治安、多分ですけど一時的な数年間の改善であろうと何だろうと巨大刑務所を作って、とにかく片っ端からぶち込むっていうのは、うん、ある種こう政府の覚悟かなと。政府の方も分かってますよ、これ劇薬であることぐらい、でもそういうふうにせざるを得ない、やってみるしかないってことでしょうね、はい、でも急ピッチでやるんでしょうね、はい、でですね、エクアドル、先ほども言いましたが、首都の首都とかはですね、世界遺産に指定される旧市街があったり、うん、ガラパゴス諸島があったりとか、で金や銀、そういう鉱物資源も豊富だし、農産物もすごいいっぱい、産出してます。日本のコンビニで並んでるバナナなんかもね、うん、エクアドル産ですから。そうですよね、そういうね、資源は豊かな国なんですよ、うん、でそこが経済的に発展しないっていうのは何があるのかというと、やっぱりこういう裏社会の、まあ、しがらみというか、そういうものがあったりとか、まあ、資源ってさ、あれなんだよね、加工しないで売れちゃうのよね。いや、だからなんですよね。だから経済的に発展させるためには、その、はい、やっぱり今って加工するところと販売するところがさ、うん、儲かるようになってるじゃないですか。ね、まあ、重工業化っていうのがね、まあ、よく近代国家の人と言われますけどね、うん、はい、だから本当はポテンシャルのある国なんで、うん、で場所もね悪くないんですよ、観光的にもね、うん、まあ、コロンビアの隣なんですけど、うん、そういう意味でも面白い地域なんですよ。でアマゾンもあるしさ、だから本当にこうできればね、こういう悪いニュースだけじゃなくね、いいニュースが入ってきて伝えられたらいいなとはいつも思うんですけど、はい、僕実際に訪れた国の中でも好きな国ですから、うん、で今回も情報をくれてるフェルナンドとか、そういう友人もね、向こうにできてますし、彼なんかだからインスタでやり取りとかしてますけど、やっぱりその、今回のこの治安の悪さは、ちょっと過去にないっていう感じ言ってたんで、でも少しずつね、報道でも大学生がなんか亡くなっ、日本の大学生が亡くなった事件とかもありましたよね、うんうん、あったかな、確かに、ね、結構やっぱどんどんそれがまあ来て、うん、まあ、今回まあ、決定的なことは一回起こって、うん、で政府がどうするかってことなんですね。そうなんですよ、まあ、だからこれも含めてね、うん、僕やっぱり今回のニュース、いくつか比較してみたんですけど、うん、BBC はこういう、そういう人物名とかまで出すけど、 NHK ニュースではやっぱりそこは書いてなかったりするんですよね、うん、それぐらいなんかみんなの興味というか、まあ、知らないっていうのもあるんでしょうけど、そういうことがね、まあまあ届いてないんだろうな、うん、ただ絵的にはすごい強い事件だったんで、やっぱ X でもすごい流れてきてますからね、うん、でね、正直なところ行ってみたいなとは思ってるんですよ、今もこのタイミングで、うん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 、ただ行ったとてね、もうなんかこの僕も実際取材しててあったんですけど、しょっちゅうね、連絡が来るんですよ、今ここで銃撃戦があったとか、うん、あんなにね、連絡待ちしてて、駆けつける現場を選ぶことができるなんてって思ったぐらいの場所ないので、だからね、それが今になるともっとでしょう、で、うん、動けないよなと思って、ちょっとこう現場で同じような取材をした、うん、今回のね、ほぼ同じ場所です、行った、はい、ね、起こってることがね、うん、街をどう動くかなってやっぱりイメージできないですね、普通にだって街の子ってことですからね、そうなんですよ、市街地ですからね、はい、そうです、すっごい大きい街です、ね、そうなんですよね、だからね、ちょっとイメージできないんで、今すぐはやっぱ動けないけど、この刑務所とかね、うん、動き出したりしたら、またちょっと行ってみたいなと、ね、東京で言うと、はい、もう普通に渋谷とか新宿で起こってるみたいな感じですか、そうだね、テレビ局があるから、ちょっとなんか中央的な、エリア的にはね、羽田とかの方ですね、空港近くなんですよ、テレビ局自体が、うんうん、そこから空港からちょっとこう郊外抜けて町のとか入っていって、はい、そのまま降りていくと港というか、なるほど、川というか海の方に行くんですね、城南地区あたりで起こってるんですね、うん、まあそういうイメージです、すごいですよね、だからそんな東京で起こってるってことですもんね、そうですね、東京で当てはめるといかに異常事態かっていうのが分かると思います、うん、まあ一応ね、こういう事件、なんだろうな、
今どこの国でどんな事件が起きるか分からないですから、うん、事件事故のねこういう事例っていうのは知っておくといいですよ。自分が置かれ、まさかこんなことが減るんですよ、うんうん、もしかしてあれかなっていうのはやっぱり起こりうる時、何か起きた時にね、そういうふうにちょっとハッと気づくっていうことは大事だと思いますんで、海の向こうの話だと切り捨てずに、このニュースとかもね、皆さんもちょっと追いかけていくといいかなと思っております、はい、我々もまた発信していきますので、ぜひ、その時はご覧になってくださいということで、今回はエクアドル、うん、テレビ局選挙事件とその、エクアドルの治安についてですね、お届けいたしました。どうもです。